郵便ポストフランスの配達者フランス郵政公社は、フランス及びその海外圏であるレユニオン島、グアドループ、マルティニーク、フランス領ギアナ、海外準圏であるサンピエール島、ミクロン島、マヨットで郵便事業を行っている公共企業体。言語表記でラポストとも称される。モナコやアンドラなどでも郵便事業を行っている。 1991年の行政機構の改正で郵政省から公社化された。従業員数は2005年現在約28万人とフランスでは2番目に多い企業となっているが近年の効率化で職員のパートタイム化も進められている。国産郵便や急送便、船便はグループ会社のクロノポストが行っている。他の部門として2006年1月1日に 設立された郵便貯金銀行がある。フランス王令11世の指導の下1477年に王室のメッセージや死者を送るために創設された。民間の手紙や荷物を運ぶのが許されたのは、1576年になってからである。SFR との合弁で仮想移動体通信事業者として、携帯通信機器事業を行い、 2012年時点で64万3000件の契約を得ている。ラポスト側の出資比率は51%。ラポストの100%子会社。フランス国内への国際郵便の速達配達を子会社のクロノポストが行っている。世界中への国際小包みはダイナミックパーセルディストリビューション、ユティシーカルゴ、サージョポストが行っている。郵便業務、 銀行業務を行うほか、160万人が利用するメールアドレス、laposte.net ホストの運営を行う。2015年まで夜中にパリマコンカバイ4館を6往復する黄色い高速郵便列車、TGV ポスタルによる輸送がなされていた。ありがとうございます。